どうも皆様、こんにちは。おちチャンネルです。ご無沙汰しております。本日もご視聴ありがとうございます。以前動画にしました通り、私は仕事を休んでおりました。1日2日とかではなくて、10日間もお仕事を休んでいました。まあ、そのうち元から休みだった日ももちろんあるんですけれども、お仕事を数日お休みをいただいていました。そしていよいよ明日から仕事に復帰します。まあ、自分が仕事を休んでしまったということは、もちろん多くの人にご迷惑をおかけしたと思いますし、自分はリゾートバイトで期間が決まっている派遣として来ているのに、一体何のためにここに来ているのかという話にもなります。まあ、休んでしまったことっていうのは、いいか悪いかではもちろん良くないことだと思います。そしてコメントでもいただいていたんですけれども、私はリゾートバイトを始める前に、リゾートバイトをしている中でこういうことがあるんじゃないかっていうことをあらかじめ考えていました。まあ、例えばなんですけれども、まあ、人間関係で不和が生じて嫌になるかもしれないとか、まあ、慣れない生活環境に飛び込んで慣れない人間関係の中で嫌になっちゃうんじゃないかとか、まあ、そういった自分の性格も含めてこういうことがあるかもしれないなっていうことをあらかじめ覚悟していました。なのに今回このように休んでしまったということは、そもそもリゾートバイトをするべきじゃなかったんじゃないか、向いてなかったんじゃないかっていう話にもなるよなとコメントをいただいて、本当にそうだなって思いました。なので期間が決まっているリゾートバイト、それがある意味いいところだと思うんです。もし自分にとって嫌だなって思うことがあっても、期間が決まっているからそこまではなんとか頑張ろうって思える、まあ、そこがリゾートバイトのいいところでもあったのかなと思うんですけれども、私は結局嫌だなっていう気持ちと向き合ってはいたんですけれども、少しの気持ちの揺らぎで逃げ出してしまいました。そして結局逃げたとしても自分で乗り越えなければいけません。明日は久しぶりの仕事ということで、たくさんの人に迷惑をかけたので謝罪しないといけないし、これからの仕事はより一層頑張らないとなっていう気持ちではあります。結局は自分が逃げ出した壁をもう一度乗り越えなければいけません。私はこれからもリゾートバイトを続けたいと思っています。まあ、改めてしっかりリゾートバイトでこれからまた感じるかもしれないことっていうことと向き合いながら、冷静に自分の嫌な気持ち、まあ、嫌だなって思う気持ちを別に無理やり頑張れ頑張れって無理をさせるわけではなくて、しっかりと自分にとってどのような環境がいいのかっていうのを精査しながら次の場所っていうのを選んでいきたいと思っています。まあ、ひとまずは今いる職場、ご迷惑をおかけした職場にしっかりと謝罪をして、残りの期間を頑張っていきたいと思います。どうやらここである人からメッセージがあるみたいなので、そちらの映像に切り替えたいと思います。おじチャンネル、明日から仕事だそうだな。休んじゃったか。いつもの悪い癖出ちゃったんだな。でもさ、逃げても嫌でも明日からまた仕事行こうとしてるんだろ。めちゃめちゃ偉いじゃねえか。もちろん仕事を休むの良くないと思うし、人に迷惑かかってるかもしれないけど仕方ない。疲れちゃったんだろ。心が嫌だって思ってしまったんだよな。そんな中でも何日間か頑張って限界が来ちゃったんだよな。大丈夫、休んでいいよ。そしてまた頑張れるようになったら頑張ればいいんだよ。明日から不安だと思う。周りの人にどう思われるんだろう。ちゃんと仕事ができるだろうか。いろんな不安はあると思う。でも明日仕事行こうとしてる。それだけでまずめちゃめちゃ偉いよ。仕事を休むのにも勇気がいるんだよ。さっき言ったみたいに人からどう思われるだろうとか迷惑かかっちゃうよなって、そういう気持ちからやっぱり頑張ってる人が多いと思うんだよ。その頑張りもめちゃめちゃ素晴らしいことだと思う。でも時として自分を守るために休むことだって必要なんだよ。それもめちゃめちゃ勇気のいることだから、前は自分に優しくできた、それがまず良いところ。まあ同時に迷惑かけちゃったとかそういった面はあるかもしれないんだけど、死ぬわけじゃねえし大丈夫。もう気にすんな。明日仕事行って謝って仕事をできることをして、それだけでいいんだよ。あと大事なことは、今問題から逃げた、それは事実で、何が嫌で何から逃げたかったのか、それを明確にすることが必要なんじゃないかなって思う。じゃないとまた別のところに行って同じ問題が発生した時また同じように逃げる。もちろん逃げてもいいかもしれない。でも同じことの繰り返しじゃ自分自身もきっと苦しい。そして人に迷惑をかけ続けてしまう。それじゃあ結局今回休んだことが意味がなかったとまでは言わないけれども、何も前に進んでないということになる。今回
なんで逃げてしまったのか、なんで休んでしまったのかっていうことをしっかり自分の中で明確にして、それを避けて生きればいいんだよ。これからも同じような苦しみをずっと味わって我慢して生きろなんて誰にもできないよ。でもその苦しみが分かったんなら、嫌だなって思うことが分かったんなら、それを避けて生きればいい。逃げて避けて、今回は逃げた、だけど次からは避けて避けて生きたらいいんだよ。嫌だなって思うこと、それをずっと続けられる人なんていないと思う。そんなの苦しいじゃん。おじちゃんにだって耐えられる苦しみはあるし、嫌だなって思うこと、これはいいなって思うこと、人それぞれ違うはず。だから自分が嫌だなって感じることは嫌なままでも別にいいんだよ。ただそれを避けて生きる、これから考えて避けて生きていこう。俺が言いたかったのはそれだけだ。じゃあな。